今日午前、太宰府天満宮を訪れたのは、ウクライナから避難し、現在は日本経済大学で学んでいる留学生たち5人です。このイベントは、太宰府市が地元の文化を知ってもらおうと企画したもので、留学生たちは参道を歩いた後、神社で参拝しました。その後、名物の梅貝餅作りも挑戦。餅を丸めるなど、細かい手作業に戸惑いながらも、職人の指導を受けながら餅を焼き上げました。留学生たちは、自分で作った餅を頬張ると、笑顔を見せていました。